キトラ古墳。キトラ古墳は、奈良県高市郡のア村の南西部、安倍山に築かれた古墳。亀虎古墳とも書く。墳丘にある石室内に壁画が発見され、高松塚古墳と共に保存事業が進められている。二段築生作りの円墳である。墳丘は、小高い安倍山の南斜面に位置している。名称の、キトラは、北浦の天下と言われる。 1983年11月7日、石室内の彩色壁画に原部が発見され、高松塚古墳に次いで二例目となる大陸風、壁画古墳として注目を集める。1998年の探査で、清流、白虎、天文図が確認され、2001年には、須クと十二子像が確認された。カビなどの被害が発生していたため壁画は剥ぎ取られて、保存されている。 2000年7月31日、国の史跡に指定され、同年11月24日には、特別史跡に指定された。2013年に、石室の考古学的調査は終了したため、石室は、埋め戻されて、紛糾の復元整備が行われている。2018年10月31日付で壁画と、出土品が、国の重要文化財に指定された。であり、 詩人を描いた壁画があるなどの類似点から、高松塚古墳の兄弟と言われることがある。壁画などに見られる等の文化的影響が高松塚古墳ほどには色濃くないことから、遣唐使が日本に帰国、704年する以前の7世紀末から8世紀初め頃に作られた古墳であると見られている。誰が埋葬されているかは未だ判然としていない。年代などから、 天武天皇の御子、もしくは、側近の交換の可能性が高いと見られている。また、金蔵岩が出土したことから、金蔵の金具が出土した高松塚古墳の埋葬者よりも、身分や地位の低い人物が埋葬されていると推測される。白石太一郎は、被葬者は、右大臣の安倍の御氏であったと推定し、その根拠として、古墳周辺の一帯が、 安倍山という名前の地名であることを挙げている。岸俊夫などもその外然性が極めて高いと考え支持している。直木孝次郎も安倍美浦氏を第一に挙げ、皇族では湯計美子も考えられるとした。安倍美浦氏は大宝3年703年4月第32位、69歳で没した俗日本記、苦行部人。または京都立花大学の猪熊健は、 天武天皇の御子の高い一御子という説を主張。セン実ノルは、くだらから渡来したくだらの子に騎士症状を被送者に挙げる。二段築生の円墳である。上段が直径9.4メートル、高さ2.4メートル。テラス上の下段が直径13.8メートル、高さ90センチメートル。内部構造は横口式せっかくで、天井は家型になっている。 せっかくは、業海岸の霧石を組み合わせて作られており、内部は幅約1メートル、長約2.6メートル、高さ約1.3メートル、奥壁、側壁、天井の前面には、漆喰が塗られ、壁画が施されている。東西南北の四壁の中央に、詩人の清流、白古、祖作、玄武が描かれている。 東壁の清流と西壁の白子は右向きであり、すなわち清流は南壁のスザの方を向いており、白子は北壁の玄武の方を向いている。しかし、中国においては、これとは異なり、清流も白子もいずれも南壁のスザの方を向いている。死人の下に、それぞれ三体ずつ十二死の十面、重刀人心像が描かれていると想定されているが、北壁、玄武の、ね、 東壁、西流の、虎、西壁、白虎の、犬、南壁、スザクの、馬など六体の発見に止まっている。同時代の中国や朝鮮半島では、重刀人身をかたどった浮き彫りやの人形が埋葬された墓が発見されているため、ヒトラ古墳は中国や朝鮮半島などの文化的影響を受けていたと考えられている。しかし、2005年になって発見された。 馬の衣装は同じ南壁に描かれている鈴作と同じ朱色であった。このことは十二子像がそれぞれの属する方角によって詩人と同様に塗り分けられていると推測させる。これは中国、朝鮮の例には見られない特色である。天井には三重の遠藤神、内気、赤道、外気と王道、その内側には北斗七星などの星座が描かれ、 傾斜部には西に月像、東に日像を配した本格的な天文図がある。この天文図は中国蘇州にある南宋時代13世紀の淳介天文図より約500年古く現存するものでは東アジア最古の天文図になる。描かれている星の総数は277個である。研究、保存、公開などは奈良市にある。 なら文化財研究所が主となっている。発掘後、湿気のため石室内にカビが発生し、壁画の変質が進行していることが判明した。このため壁画を剥ぎ取り保存する作業が行われることとなった。文化庁は2004年8月より、損傷の激しいものから順次剥ぎ取り作業を開始。道庁によれば、2007年2月15日までに南壁のスザクが剥ぎ取られ、 確認されている壁画の剥ぎ取り作業は、天井の天文図除き完了した。壁画の一部は2009年5月8日から同24日まで、奈良文化財研究所アスカ資料館にて、一般公開された。2010年11月までに剥ぎ取り作業を完了。2013年3月までに、石室の考古学的調査は終了。同年8月には、石室の一般公開が実施された。 1983年に石室南壁にあった洞窟穴、高さ6 5トル、幅25から4 0トル、奥行き4 9トルからのファイバースコープ撮影で壁画が発見され、石室調査がスタートしたが、2013年の石室調査終了によって穴は二条山産の業界岩2個で封印された。穴を封印している石材には、 キトラ古墳石室の洞窟口を閉塞するの文字を刻んだ銅板が取り付けられている。古墳一帯は国営アスカ歴史公園キトラ古墳周辺地区として整備が進められ、2016年度までに体験学習館、歌唱が建設され、墳休以降が整備されることとされた。体験学習館、歌唱は2016年9月、キトラ古墳壁が体験館詩人の館として、 開館した。同館の1階は、文化庁、キトラ古墳壁画保存管理施設となっており、地下には、石室のレプリカ等の展示がある。80プラス10円付加金付き特殊日程が2種類、2003年10月15日に発行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。